ザスクエア思いありの聖域は2017年のスウェーデンの風刺ドラマ映画。監督、脚本はリューベン・オストルンド、出演はクレスバングとエリザベス・モスなど。現代美術館のキュレーターとして周囲から尊敬されている男の身に降りかかる不条理な悲劇を描いている。第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され。 最高賞であるパルムドールを獲得した。出演のクレスバング、エリザベス・モス、ドミニク・ウェスト。カッコ内は日本語、吹き替えストーリーは監督のリューベン・オストルンドと、プロデューサーのカンレ・ボーマンが2014年に、ベルナモのバンダル・ロム美術館を訪れた際に、考案された。彼らは、ザ・スクエアとは信頼と思いやりの聖域。その中には我々は皆平等な権利と義務を、 共有していると表明した。脚本執筆中、オストルンドは数多くのアートギャラリーを訪れた。ある場面ではトゥレット障害持ちの男性が記者に叫ぶ。オストルンドはスウェーデンの劇場で起こった実際の事件に触発され、無感覚を恐ることなく描いたと述べており、彼はすべての人々が作品で風刺されていると語った。映画の冒頭は、 両手彫りでオストルンドが遭遇した実際の事件に触発されている。そこでオストルンドは男に殺されると言って逃げる女と会い、そして別の男が到着して叫ぶ。それはオストルンドの携帯電話を盗むための剣謀であったのだ。制作費は約550万ドルである。スウェーデン映画協会から1100万スウェーデンクローナ、デンマーク映画協会から100万デンマーククローネの 財政支援を受けた。デンマーク人俳優のクレスバングは同じく、デンマーク出身のキャスティングディレクターであるタンジャグランボルドからプロジェクトを耳にし、多くの即興を含む3つのオーディションに参加した。北欧諸国のオーディションで、キャストの大部分を組み立てた後、英語の映画を制作することを望んでいた、ウィリアム・モリス・エンデバー・エンターテイメントに気を利かせた、オストルンドは、 ロンドンの英国映画テレビ芸術アカデミーに連絡した。これによりエリザベス・モスとドミニク・ウェストがキャストに加わった。モスは自身の役割を確保するために2時間の即興演技を行った。オストルンドはモスとウェストがスウェーデン語の演出に適応するのは難しいと述べたが最終的に調整した。米国人俳優のテリーのタリーは 猿の惑星シリーズでの猿の演技に基づいてキャスティングされた。オストルンドは猿を模倣する俳優を Google で検索し、ノタリーの演技にたどり着いた。ノタリーの場面のため300人のエキストラが雇われた。映画のギャラリーはスウェーデンのストックホルム宮殿に基づいている。撮影は2016年6月から10月にかけてヨーテボリ、ストックホルム、 ベルリンで行われた。映画のギャラリーは、スウェーデンのストックホルム宮殿に基づいている。登場する芸術品の多くは、映画用に作られたものであり、ロバート・スミッソンの影響を受けた、インスタレーション、本物のガリー・ウィのグランドの写真、オストルンドとカンレ・ボーマンによる作品が含まれる。2017年7月末、第70回カンヌ国際映画祭での上映が、追加で発表された。 これが国際的な初上映となった。その後6月にシドニー映画祭、7月にニュージーランド国際映画祭で上映された。さらに9月には第42回トロント国際映画祭で上映された。アメリカ合衆国では9月にテキサス州オースティンで開催されたファンタスティックフェストで初上映された。スウェーデンでは2017年8月25日に トライアートフィルム配給で一般公開された。カンヌでの上映前にイギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国へ配給券が売却されていた。アメリカ合衆国での配給編は以前にオストルンドのフレンチアルプスで起きたことを配給したマグノリアピクチャーズが獲得した。予告編は7月に公開された。イギリスでは8月25日風切りが予定されていたが、 オストルンドが再編集をするために延期された。一般公開に向けて、オストルンドはカンヌでの上映版の最後の4分の1から2分43秒を削った。ありがとうございます。